こんばんは。10月14日火曜日、夜の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの石田がお送りします。この時間は今日1日の東京マーケットの動きと、午後6時現在のヨーロッパ・ニューヨークマーケットの市況を予想します。今日の東京タイム、おおむねもみ合い。ドル円相場は午前中に一時103円台を次元するなど、ドル高が進行するも、結局レンジを抜けきれず、終わってみればもみ合いの展開でした。ユーロ円やポンド円なども同様で、価格変動幅そのものは広めですが、レンジ内での一進一退に終始しています。日経平均株価がクローズベースでも1000円を超える上昇をたどるなど大幅高となりましたが、それが為替市場に与えた影響は限定的なものにとどまりました。信用リスクの後退による円売りなどはそれほど大きく観測されていません。続きまして、欧米市場の見通しです。テクニカルに見た場合、ドル円相場は週足一目均衡表の地高スパンが週足を下回って大引けるなど、大きな流れとしては引き続きドル安方向へのリスクを感じますが、短期的にはドルの戻りを伺う局面にあると言えそうです。そんなドルの上値目処は、先週7日に続き今日の東京タイムもドルが上げ止まった103円台前半、同じレベルがドルの抵抗として意識されている感は否めないでしょう。ちなみに103円15銭には一目均衡表基準線も位置しているなど、確かにドルの上値も重い気がします。そうした中、今日の欧米タイムに予定されている主な材料はご覧の通りです。今日は重要な経済指標の発表やイベントなどが少なくなく、ある種の正念場とも言えるでしょう。まずは日銀の臨時金融決定会合とその後の総裁会見、そして金融機関ではありませんがインテルの決算発表が注目されます。またそれとは別に、ブッシュ大統領が実施するアメリカ経済についての声明発表、そして FRB 連邦準備制度理事会のバーナンキ議長やポールソン財務長官による包括的な金融救済策の発表にも要注意だと思います。そんな中、価格変動のポイントとなると、やはり昨日急騰したニューヨークダウを中心とした株価動向で、為替は株価の値動きをにらみつつの展開が続きそうです。以上、夜の FX フラッシュをお送りしました。この後午後11時から、ニューヨークトゥデイ現地キャスターのレミさんがお送りします。